まだ、まだだ。この目が消えた。どこへ行くというのだ。私たちの記憶に、希望は、希望は、絶望は。ならば、覚えていろ。私たちは、確かに生きていたんだ。お疲れ様。あなた、体は大丈夫なの？どうかなさいましたか？見えるのよ、彼女本来のエーテルが。いわばゾディアークの信徒であるエメトセルクは光と対極をなす闇の力を使う。
光と闇が全力でぶつかり合ったことであなたの中の光が相殺された。それだけじゃありません。エーテルの乱れによって崩壊寸前だった魂がなんというか補われているんです。私、戦いの前結局あなたに何もできなかった。それなのになぜあの時何があったんですか。申し訳ないことをした。みんなにもあなたにも。おはよう。本当にあいつらがあっちの海に入っていったんだな。あいつらっていうか大きなクジラがですね。絶対にアルピノちゃんたちよ。それであの子たち何かをやり遂げたんだわ。この空が何よりの証拠じゃない。ああ、きっとその通りだ。だから間もなく戻ってくるさ。ほら今に。本当に絶対戻ってくるわよね。そうじゃなかったら私ただ大丈夫だから泣くな。な。お、見てくれ、浜辺の方。
無事か？おかえりなさい。まさか最後に泳いで戻ってくることになるとは。私はもう限界だ。ちょっとアルフィノ、大変です。ウリエンジがいません。どこではぐれたんだあいつ。私探してきます。いいわよ、きっとすぐ追いつくわ。ねえアルフィノってば。みんなお帰りなさいなのだわ。こうして第一世界は救われた。エメとセルクの残した魔力が切れればアーモロートの火は消え元の開口に戻るだろう。グルグ火山もいつかは落ち、あの巨大なタロースでさえ風と雨に崩れゆく。この冒険はそうやってここからまた始まる世界の遠い神話になっていくに違いない。それでも世界に帰ったエーテルが巡り巡って再び命として芽吹くように。その英雄の冒険は誰かの勇気として受け継がれ、受け継いだものの新たな一歩がまた別のものを奮い立たせる。そうして失われずに続くのだ。あなたの遥かな旅路も道を譲った誰かの存在も。つながり続ける世界を行くある英雄の。あの
闇の戦士様なんだよね。ねえ教えて、お姉ちゃんはどこから来たの？どうやって強くなったの？
we just might carry on in a song. Pray don't forget us, your bygone kin, with one world's end as a new begin. And should our soul scatter unto the wind, still we shall.